皆様こんにちは。本年度第2回目のビヨンド AI 研究推進機構サイエンスカフェへようこそ。私は今回司会進行を務めます科学コミュニケーターの本間秀友と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構およびカリフォルニア大学バークレー校教授でいらっしゃいます村山仁先生にお話をお伺いします。村山先生はビヨンド AI 研究推進機構にてAI の基盤技術及びその他の学術領域との融合によって新たな学術分野の創出を目指す基礎研究の研究リーダーを務めていらっしゃいます。村山先生、今回はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらが今回のサイエンスカフェのポスターになります。どうして宇宙は今の姿になったのかというのは非常に根源的で哲学的なタイトルになっていると思います。こちらのタイトルの意味も含めまして村山先生に研究の紹介をしていただきたいと思います。それでは村山先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、村山仁と言います。で、今日は本間さんからもご紹介があった通り、どうして宇宙は今の姿になったのかというテーマでお話しすることになってますけども、まあ、もうお話があったようにちょっとこう哲学的な感じがしますよね。でも多分皆さんもそういう疑問を持ったことあるんだと思うんですよ。その夜、田舎ですごく綺麗な宇宙の空を見たときに、ああ、綺麗だなと。でもそうだけじゃなくて、宇宙を見上げながら、本当に小さな子供でも大人でも思う疑問がたくさんあると思います。この大きな宇宙どうやって始まったんだろうか。終わりはあるんだろうか。なんでできてるんだろうか。どういう仕組みなんだろうか。そしてその宇宙で私たちはどこから来たんだろうか。で、こういう疑問っていうのはもう人類が何千年も考えてきた疑問なわけですけども、今では少しずつ科学の力でこういうことを考えられるようになってきた。こういう研究をしたいんだっていうのが私の取り組んでいる研究です。例えば、この中で宇宙は何で来てるんだろうかってことが入れましたけれども、そんなこと言うと、先生何に何言ってんの？学校で習うじゃん。宇宙は原子でできてるんだよって思うかもしれませんよね。でも実は最近分かってきたことなんですけども、宇宙の中で私たちと同じように原子でできてる部分っていうのは、この 5% しかないんです。あと 95% は原子じゃなくて、なんか別のものなんですけども、どんなものなのか分かってないんですよ。で、一応こう中身があって 26% はこの緑色のダークマターって呼ばれる部分、それから 69% はこれまた違うダークエネルギーってちょっと違うもので、これ全部合わせて宇宙の内訳なんですけども、じゃあこのダークマターってどんなもんだろうか分かってないんですね。でもこれからお話しするんですけど、このダークマターっていうのが実は私たちを産んでくれたお母さんなんです。ですから宇宙が今どうしてこんな姿になってて、私たちがなんで生まれたのかってことを知ろうと思うと、どうしてもこのお母さんのことを知らないといけないわけなんですよ。それが私たちのやってる研究の一部です。じゃあ今私たち研究をしている人が宇宙がどうやってやってきたのか、どういうふうに考えているかってことなんですけども、宇宙の始まりはビッグバンと言ってて、小さな小さな宇宙がバーンって始まったなと思ってるんですね。で、今の宇宙は138億光年というとっても大きな宇宙なんですけど、その大きな宇宙が実は手のひらに乗るぐらいどころか、原子よりもはるかにはるかにはるかに小さい、とってもちっちゃなものだったというふうに思ってるんです。その小さな宇宙をブワーッと引き伸ばして大きくした、それがインフレーションって呼ばれているここなんですけども、このインフレーションが実は私たちのお父さんなんです。で、そのインフレーションの時に少し宇宙にデコボコができたと思ってて、そのちょっとデコのものが多いところっていうのをダークマターがもっと集めて、成長させて、もっと濃くして、周りのものをもっと集めて、いずれそれが星や銀河になった。そうやって私たちが生まれたので、ダークマターはお母さんだっていう話をしました。で、それでそのお父さんとお母さんのおかげで私たち今ここに生きてるんですよね。そのインフレーションの時は本当にものすごい勢いで宇宙をブワーッと大きくしたので、もうこのウイルスが一瞬にして銀河サイズになっちゃうぐらいのとんでもない膨張をしました。あ、すいません、ウイルスはちっちゃいなってイメージがつくんですけど、銀河の大きさってどれくらいのイメージなんですか？そうですね、銀河の大きさっていうのは光の速さでも10万年ぐらい時間がかかるぐらい光の速さでものすごい大きいんですよね、はい、だからこんな小さな小さなウイルスがもう一瞬でその大きさになっちゃうとんでもない膨張だと思ってるんです。はい。
で、そのインフレーションの時っていうのは宇宙全体がまだまだ小さいので、小さい宇宙の時っていうのは量子力学っていう不思議な世界。そこではいろんなものがゆら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 といつもこう湧いたり消えたりしてるっていうふうに思ってるんです。で、このデコボコの湧いたり消えたりっていうのが宇宙空間に焼き付いて、それで宇宙にこのちょっと濃いとか薄いとかができたんだ。で、これ実は、望遠鏡で撮った写真なんですね。ビッグバンの写真なんです。で、ビッグバンの写真っていうのは、138億光年向こうを見ると、はい、138億年昔が見えるじゃないですか。はいはい。そうするとまだ熱い宇宙っていうのが、今でも見えるんですよ。ああ、なるほど。昔の宇宙が見えるので、ビッグバンの頃の熱い宇宙が見えると。はい。ですから、向こう頑張って138億光年向こうを見ると、あ、ビッグバンやってる。あっち見て、あ、ビッグバンやってる。ビッグバンやってる。どこ向いてもビッグバン見えるんですね。へえ。で、それがだからボールみたいになってるのを、ボールだとちょっと画面に表せないので、うん、無理やりこう、ビヨーンと伸ばして、こうやって楕円形に示してるっていうのはこの写真なんですけど、で、これよく見ると、ちょっとオレンジ色に書いてあるとこっていうのは、ちょっと濃いとこです。はい。で、青色に書いてあるのはちょっと薄いとこです。はい。本当は10万分の1の違いしかないと思ってるんですけども、だから本当はこう、のっぺらぼうなんですよね。でも、それをすっごく強調して書いてあるっていうのはこの写真で。で、ちょっと濃いとこ薄いとこがあるんだと。すっごくちっちゃな濃い薄いっていうのが、ああいうふうにムラムラっとしてる。だけど本当は、すっごく、細かく見ないと分かんないぐらいのっぺらぼうなんだってことですね。そうです。100メートルの海に、ちょっと波があって、波の高さが1ミリぐらいの。100メートルの深さで1ミリの波、そのぐらいしかないんですよね。ちっちゃい。だからもうパッと見たらもう鏡みたいに真っ平らに見えると思います。へえ。でもそのちょっとのデコボコが写ってるのがさっきのこの写真に写ってるところなんですけども、はい、そのちょっと濃いところ、ちょっと薄いところがあるので、ちょっと濃いところっていうのはさっきお話ししたお母さんのダークマターがちょっと多いんですね。はいはい。で、多いので周りのものを重力で引っ張ります。うん、そうするともっとそこに集まるのでもっと濃くなりますから、もっと重力が強くなってもっと引っ張ります、はい、でどんどんそこが濃くなって、もっと引っ張ってもっと濃くなってって繰り返しているとこうやってだんだんこうコントラストがはっきりして、濃いとこと薄いところができますよね、はい、でこの濃いところにダークマターがいっぱいいるんですけど、その重力で最後は普通の原子でできたガスが引きずり込まれると、その原子同士がこうぶつかるので、はい、ゴツンゴツンぶつかってるうちに光を出して冷えて固まって、で星ができて銀河ができて、はい、で私たちが生まれたんだと。ああ、じゃあこの一個一個のダークマターが固まってるところにだんだん星ができていく。そうなんです。で、そうやって星が生まれたんだ。はい、でもコンピューターのシミュレーションだとこのダークマターがないっていう嘘の宇宙もやってみられるんですね。ああ、コンピューターならではですね。そうすると138億年経っても全然コントラストがなくて、はい、濃いとこがないので星も銀河も私たちも生まれないんだと。ああ、だからダークマーター私たちのお母さんだって言ってるんですよ。なるほど、確かにそうですね。育ててくれたんですね。なるほど。でも誰も会ったことがなくて、まだ正体が分かんないので、そうですね。実は生き別れのお母さんなんですね。なるほど。これはぜひ会ってありがとうって言いたいじゃないですか。うん、そうですね。僕たちもまだ会った人がいないんですよ。で、私たちのグループの観測では、このダークマター正体は分からないんですけど、はい、望遠鏡にも映らないんですが、はい、でもどこにどのくらいダークマターがあるかっていう地図を作ることに成功してるんです。あ、これは観測で地図を作った。観測で作った地図なんです。へえ。で、これは奥行き80億光年、左右10億光年、上下 2.5 億光年っていう巨大な空間の中に、はい。ダークマターが濃いところ、薄いところをこう、等高線で表してるんですね。ああ。で、こっちは銀河の方なんですけど、はい、こっちは見えるわけですよね。はい。光ってますね。で、これ比べてみると、ダークマターがたくさん集まってるところに銀河ができてるじゃないですか。あ、確かに同じ位置に。うん、でこの辺もダークマターがたくさん集まってるところに銀河ができてる、うん、ダークマターが銀河作ったんだ、本当にお母さんなんだっていうのがこうやって観測で今ではもうはっきりしてきてるんですね。うーん、なるほど、観測で。で、こうやって星ができた、はい、だけどそれだけでも私たち生まれないですよね。私たちが生まれるためには今度必要なのは体の材料になる原子じゃないですか、はい、で原子はどこから来たのかっていうと、宇宙の始まりは本当に熱かったので、うん、熱いってことは小さな粒々が元気よく動いてるってことなんですね、はい、だからですから私たちの体の中にある原子も中に入ってる電子がビュンビュン動き始めるとバラバラになっちゃって、
真ん中にある原子核も中の陽子と中性子が元気動くとバラバラになってしまって、はい、宇宙の中は小さな粒がバラバラだったんです。ああ、最初はバラバラだった、でもそのバラバラがどうやってくっついて原子になったかっていうのが知りたいじゃないですか、はいはい、でそれはちょっと望遠鏡でわからないので加速器って装置を使ってやってみるんですね。実験で、でそのバラバラだった中性子と陽子っていうのを加速器で投げてみて、はい、やってみるとたまにこうやってくっつくっていうのが分かります。あ、そうするとこうヘリウムができるんですね。あ、はい、でそしたらこのバラバラのやつが水素でくっついたやつがヘリウムで、はい、どんだけくっつくかっていうのが分かるので、そしたら宇宙には水素とヘリウムが3対1のはずだっていうことが分かります。で実際に宇宙望遠鏡で見てみて水素とヘリウムの量を測ってみると本当に3対1なんですよ。あ、実際に観測したものと実験でやったことが同じになった。ええ、なるほど。だから実験室でやってみた宇宙っていうのが本当に宇宙の始まりに起きたことだっていうことがここで分かったわけですね。はい。でそれでだからヘリウムできたんだってことが分かったんですけども、うん、でも残念ながらヘリウムは私たちの体にいらないので本当に欲しいのはもっと大きなやつですよね。例えばカルシウムがないと骨できないし、鉄がないとあの血液できないし、そうですね、酸素吸って生きてると、うん、でもこれはビッグバンでできてなかったってことが実は分かっちゃってるんです。で最近日本ではこのニホニウムっていう元素を合成したって言って、はい、すごいニュースになったの皆さんも見たかもしれないですけど、これもこの加速器って装置を理研っていう研究所で使って合成してみたんですね、はい、だからぶつけると元素できるっていうのは分かるんですけども、はい、さっきの水素とヘリウム以外のやつはくっつく確率があまりに小さいので、はい、ビッグバンの灼熱の宇宙ではできなかったっていうのが逆に分かっちゃった、うん、じゃあ問題は私たちの体に必要な例えば炭素はどこからできたんだろうかと、はい、でこれ多分星の中でできたんだっていうことが今分かってきてて、はい、で星の中でできたっていうことはまず最初宇宙にあった水素とヘリウムで最初の星ができます、うん、でその星の中でその水素とヘリウムをどんどんくっつけていって、はい、反応を起こすことで星が光り続ける。へ、光ってるのは星の中で物がくっついてるから、うん、そこでエネルギーが生まれてるんですね、はい、そうするとだんだん重い元素ができるんですけど、そのまま星の真ん中にあったらやっぱり体の材料にならないので、そうですね、取り出さなきゃいけない、はい、でありがたいことに太陽よりももっとずっと大きい星っていうのはだんだんこう燃えていく間にいずれ燃料を使い尽くしちゃって、うん、ぐしゃっと潰れるんです。潰れるんですか。その周りが反動でドカーンと跳ね返るんですよ。あ、潰れる反動で吹き飛ばされる。で、そういう爆発のおかげで中で組み立てた元素が宇宙空間にばらまかれる。はいはいはい。で、それが塵となって漂っている間に、その塵がまた重力で引っ張られるとくっついて星ができて、はい、で子供の星ができる。はい。で、子供の星も一生懸命こう元素を作っていて、それがまたドカーンとこう爆発すると、はい、また作った元素が宇宙空間にばらまかれて、カルシウムとか鉄とかあるんだと。はい。で、その塵がまた集まってできたのが、多分私たちの太陽なので、はい、孫の星なんですね。ああ、なるほど。で、その孫の星ができるときに、周りにそのカルシウムだの鉄だのがうようよぐるぐる回ってて、はい、それがゴツンゴツくっついてだんだん成長した岩が私たち地球なので、それで私たちこう生まれたんだっていうふうに考えてるんです。果てしない話ですね。ですから皆さんは星のかけらなんですよ、はい、皆さんはどこから来ましたかって言われたら、私は宇宙から来ましたって答えのが正解ですからね、覚えておいてくださいね、うん、確かに私たちの元は宇宙からやってきた、星からやってきたということが分かりました。はい、そうなんです。で、そうやってできた銀河がしかもだんだんこうやって寄ってきて合体してくっついて、で銀河と銀河っていうのは実は一つだけ放っておくと少子高齢化して新しい星生まれなくなるんですけど、はい、だんだん消えていく運命にあるんですが、こうやって合体すると中のガスを引っかき回すので元気になって、はい、またこうチラチラチラっとこの青く映ってるのこれみんな新しい星なんですよね。あ、こういうふうに青く光っているのがその2つの銀河、星の集まりが重なったことで生まれ始めた新しい星。ええ、へえ。で、そうやってまあこう結婚すると子供が生まれるみたいにこう新しい星が生まれるようになると、はい、でこうやって合併を繰り返していたのが私たちの銀河系だと思ってて、はい、で灯台があるのここら辺なんですけどちっちゃいな中心から結構離れてるんですよね。あ、でだから私たちの銀河もどの星がどういうところから来たのかなっていうのもやっぱ研究したい、はい、でこうやって宇宙がどうやって始まってダークマターがどうやってそれを育ててくれて、それがどうやって星や銀河になり、それがどうやって集まって私たちの銀河になってきたのか、そういうのを調べるのに AI がすごく大事な働きをしてくれてます。
そのために私たちのチームでは、まあ、こんなメンバーでやってるんですけど、はい、東大のチームなんですが、すごく国際的で、一人は中国から来た、このジアイ・リュウっていう准教授の人ですし、はい、もう一人はヨルダンから来たポスドクの研究の人で、こういう国際的なチームで、いろんなデータを見たり、それからいろんな計算をしたりしながら、あの宇宙の研究をしてます。これが私たちのグループの研究です。ありがとうございました。すごく宇宙の始まりから私たちができて、までの現在の宇宙までの歴史、すごく長いあのお話を、壮大なお話を聞かせていただきました。ちょっと一瞬に縮めちゃいましたけどね。そうですね。本当は138億年もかかっているんですもんね。はい、ありがとうございます。